では、えー、続きのコメントを見ていきましょう。タップダンス、柳さん、よろしくお願いします。えー、今期はジャンプの幅が、えー、出すぎている気がします、えー。プログラムに対する迷いを払拭したい思いからなのか、必要以上にジャン、えー、スケートに力を込めてしまって、ジャンプが空回,回りしてしまっているような気がします。えー、つまりは、実戦での滑り込みがもっとしたいところですね。 調子の良かったシーズンはかなりの試合回数を重ねていますのでもしかしたら今後の国内大会などにも出場したりしてより過密なスケジュールを組むようになるかもしれません坂本選手というと、まあ、あの馬図を結構踏んで稽古を積んでいくようなイメージがあったので、えー、まあ今期はね、まあ、その4年前のピョンチャンの時はまさにそんな感じでピョンチャン五輪をつかめたというような印象があるんですが今期は えまあそういういい感じででは少しないですね、まあ、そもそも論としてまあ日本が、ねえー、新型コロナによってまあ世界中の覇権というのを、ねえー、取りやめていたというところもありますので、えー、まあそういったところも影響している可能性はあるんですが、えー、坂本選手としては馬数をもっと踏んでいきたい部分ではありますよね。 でまあ、あのー、今回の不調、今期のまあ不調が続いているというのは、まあ、新プログラムの悩みですね、これが結構影響あるかなっていうところあるかと思います。 え、新プログラムにあの戻すにする前はピアノレッスンやってましたが、その頃はあんまり多くのミスがなかったんですよねえ。新プログラムにしてから途端にミスが多くなってしまったかと思うので、この新プログラムにしてからのま出遅れですね。まあ、まだプログラムに慣れていないというところが結構あるかと思うので、まそこが結構ポイントに。なって できそうな気がしますこのプログラムもとても素敵なプログラムなんでできればね昨シーズンから滑っておきたかった部分ではあるんですがこのプログラムとそれとも過去のプログラムをやるかどうかっていうところも含めてですね今後の坂本選手の試合状況を見ていきたいですね。なので まあそういった意味でも、このスケートアメリカではですね、えー、まあこの新プログラムでフリースケーティング滑ると思うんですけど、えー、この新プログラムでまあアジアンオープンよりはいい演技をして、自信をつけたい部分ではあるかもしれませんね。うん、はい。えー、そして、なみなみさん、こんばんは。よろしくお願いします。えー、普段の練習でも1回フルで通した直後に、ステップ部分だけを再度滑る訓練をしているようです。宇野昌磨選手についてですよ。 えー、これで体力アップを図っていいるみたいです、えー、ジャンプももちろん注目ですが私は宇野選手のスピンそしてラストの圧巻のステップに魅了されています。えー、決して身長が 高くない宇野選手ですが、えー、全身でステップを踏んでいるときはとても大きくユーダに見えます。納得のいくスキアメになってくれることを祈ります。そうですね、宇野昌磨選手。あの僕は逆にち背が小さいということも素敵な個性の一つだと思っているんですよ。まあ背が高い方がなんか素敵たい素敵っていうイメージがあるんですが、僕はねそれがなんかよくわかんないですね。身長が低い高いっていうのはそれぞれ個性,個性だと思うので。 だからねフィギュアスケートだから高い方がいい低い方がいいっていうのはまあそれぞれの個性だと僕は思うので、えー、その高ければ高いほどいいとか低ければ低いほど悪いとかっていうことよりもそれぞれの個性を生かした演技これをねやっぱりこう楽しみたいですよねだから僕はあのー、そこはね宇野選手の個性のステーキな個性として見ていきたいと思ってるんですけどもえっとまあ まあスピン、ステップ、ジャンプ以外の面でも非常に魅了されるスケーターであることは間違いないので、えー、まあ背が小さくても雄大に見えるというのは、ね、とても納得ですね、うん。特にステップシークエンスは、えー、すごい、ね、あの灼熱の青い,炎が青い炎が見えます、僕は。はい えー、そして中村様、こんばんは、よろしくお願いします。えー、ロシア、今、コロナ爆発みたいですね。なんか入ってきてます、僕のところにも情報が。で 1, 人あ1日1000人、1日で1000人死亡、えー、ワクチン接種が30%、えー、ロシアはいいことは流すけど、悪いことは隠蔽、えー、去年、シリアで活躍した選手で、今年も活躍しているのは、えー、トゥクタ・ミショワ選手だけで、えー、アンナ・シルバコはコストルナや、今回、トルソワも、 ド、えー、素人の独断と偏見のおじさんですということなんですけどもねあの、中村さんはいつもこれね、付け加えて、ちょっといちいち笑っちゃうんですけども、はい、えっと、まあ確かにそうですね、ツクタミシ翔吾選手は、まあ,あの逆に、あの、テストスケートの時は調子悪かったんですよ、だから僕、えー、大丈夫かなと思ったんですが、えー、もう本当どっこいでしたね、えー、シーズン本格的に始まってからめちゃくちゃ調子よくて、えー、まあ、チャレンジャーズシリーズでも良かったんで、この、まあ、グランプリシリーズ でもですね、まあ、いい演技ができれば、かなり見方変わってくると思うんですよね。えー、なので、えーまあ、国内大会で少し苦手なイメージがあるので、えー、そこでどこまでアピールできるかどうか、ポイントになってくるでしょうね。はい。まあ、トゥルサ選手は今回は、かなり試練を迎えていると僕は思っています。はい。えー、そして、えー えっと、木下健さん、よろしくお願いします。えー、宮原聡子選手について、フリップに関しては自分も感じましたよ。よくなってますよね。ジャンプの飛び方を変えていると思います。えー、昨シーズン、試合数が少なかったですが、えー、世界フィギュアで9がついたくらいでフリップの抜けと転倒はなかった気がします。えー、シンドラーの時は、えー、カウンター3から入っていたと思うんですけど、宮原さんはこの入りはあまりしっくりこなかったと。 しっくりきていなかったのもうまくはまらない原因だったと思っていますあとは回転をしっかり回って降りるところに持っていければ上位も狙え なないかなといかととうことですねであの宮原選手に関しては、まあ、ジャンプの飛び方を変えてきているというところを、ね、僕はお話ししてきましたがフリップジャンプの飛び,が、ねえー、飛び方が非常にスムーズになったと僕は思うんですよ。えー、それについてですねでルッツジャンプも少し変えたかなというところがあるんですがちょっとインサイド気味で飛んでいるかなというところがあるので、えー、まだこれは課題が残るかなというところがあるかと思うんですけれども、まあ、でも宮原選手ここにきてチャンスが、ね、どんどん来ているような気がするので。えーまあ かなり、えー、と楽しみだなと思うんですけどもね、やはりさすがの女王ですね、僕は宮原選手は、あのー、昨シーズンとちょっとね、あんまり良くない感じが続いていました、こうオリンピックシーズンに来て結構調子がいいっていうね、まあ、ジャパンオープンでミスがありましたけど、その後のの、ね、国内大会でもしっかりとこうやってきて、まあ、あのトリプルアクセルを挑戦をしたりする攻撃的な部分もあってね、とてもいいと思うんですよね、だからまあ、いい感じにシーズンを進めてきているっていうのがあるので、 あの案外ダークホースかもしれませんよ。うん、はいえそして、有のややさん、よろしくお願いします。かぶさん、フィギュア界よりもその時に勝たせたい、えー、推しメンがいるっていう話はありそうですねありえそうですねと、うんえー。なんか氷の上のキラキラ感とギャップがありますね。ででそれとはは日本ならではならら では、なんですね。あ、そうなんですよ。まあ、あの、他のアジア圏、中国とか韓国とか、僕行ったことないんで、わかんないんですけども、まあ、少なくとも欧州で自動販売機がね、普通に表に出てるっていうことは、まずないですね。うん。あったとしたら、かなり珍しいです。普通は簡単に壊されます。うん。あの、本当なんですよ。自販機がね、日本はえ破壊されない唯一の国かもしれませんね。うん。